いやどうも、東海の哲也と、あ、違う、哲也だ、哲也だ。今日はですね、新しい闇の爆絶読みが来ております。こちらね、ちょっとミノさんのお家にお邪魔しておるわけですね。ここに、モンストをまるで知らないミノがおります。います。さあ今回ちょっと東京にいるということでね、僕一人なんですけども、早速初見プレイしていきたいと思います。今回は光のダメオキャラがいいという噂なんですよ。なんで僕は大穴狙いのベルゼブブ、ゴースト、エデン、ダメを持ちで、なおかつこいつはなんか魔封じ M ございます。貫通です。絶対クリアするつもりで報酬の宝箱2個増やします。 GO! 今日ちょっと僕おしゃれになったんですよ。こうやって、まあ、外もだし中もだしね、おしゃれに今日は行きたいと思います。さあ、ぷよぷよカチカチ天才か俺は。あ、皆さん知ってます、このパネル貫通反射が入れ替わるという噂ですよ。ってことはこれで貫通でぷよを倒して、反射から貫通から反射になってカチカチを倒す。完璧だ。え、てかエデンいいかも。重力ダメよ、来た。え、何これ。え、蘇った。なんで、なんか復活しやがった。わからんな、これ。ん、コンコン。ん、貫通でしょ、反射になるでしょ。で戻ってきて、うわ邪魔だよ。え、なにこれ。え、いた、待って。いやでも落ち着け、これはカチカチたちは痛くない、攻撃は別に痛くないから、これで貫通になって上に行って反射で倒す。はい。問題ここですね。これ下から行って倒して、あ、しまった、重力バリアがない。待って、エデンが強すぎるかもしれない。コンコンコン。うん、あ、お前かい。いいよ、ちょっとここはエデン待ち、マジでエデン待ちで、こうで下行って、よっ、頑張れ、来た、よしよしよし。初見第一ステージ突破でございます。めっちゃ頭使うクエストかもしれない。めんどくさ。何これ、ウリエルだ、ウリエルだ、これ。しまった、進化ウリエルだったのかもしれん。あ、蘇らん。なんだ、蘇生がない。あるけど、ん、あるけどない。なんだこれ、よっ、変な跳ね返り方しやがって。左上のあいつだけが蘇生をしてくる、ん、わけでもない。なんだこれ、上、あ、踏んじゃうな、待てよ、むず。こういって反射になって、あ、待って、今てか絶対やっちゃいけないことしたの今。うわ待って、これ絶対ブロックあるでしょこれ。え、ブロック、今ガブリエルの下にブロックないこれ。はい、ハートを取らなきゃ負けという場面ですね、これは。泣きたい。へえ、そう、やらしい。ダメ用の対策いらないんじゃないかぐらいじゃん。重力でした。ゴリゴリの、ベルゼブブいらんじゃん。ということで変えます。はい、ウリエル、アーサー、エデン、ウリエルいきます。ミノが向こうでウィキペディアでコウモリであるとはどのようなことかというページを見ていますね。バレた。何してんの。暇だから。何、コウモリであるとはどういうこと。こんなページがあるって気にならん。コウモリであるだろう。おお、強い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 。なんかウリエルが跳ね返りますよ、なんか不思議。え、今何した、何で倒した今。
あ、なんかあっさりと突破した。で、貫通なる。で、上行って反射パネル踏んで勝ち。あ、違う、逆だ。ん、あ、いいのか。ん、あ、2個踏んじゃった。ひとまず欲張らずにぷよぷよを倒す。え、もうなんかブロックがあるんですね、これ。上下、皆さん気をつけて、上下ブロックあります。うわ、ちょっと今のは決断があった。ムカチクルイよっなあ。おお、でもでもいいことした、いいことした、いいぞ。ダメよ。ああ、 L 字型に貼られちゃうんですか。そうですか。1回は仕方ないと見て、いってダメよ、いって。え、なんでさっき全然蘇生しなかったじゃん。なんで、理解しかねえよな、ちょっと。許せんかもしれん。許せん結果になりそう。あ、何、あ、うん、素晴らしい。え、ウリル待って、頼む、本当に本当に本当に、いやいや、おお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 、絶対にハードを取るんで、こっちから行って倒してパネルも、あ、そうなる、そうなるか。いや、もうこれわからん、ルールが。ああれか、縦の2体は蘇生しないみたいな、そういうやつか。で、ここで踏んで倒す倒す。で、こう、おーしゃ、よしよしよし。第2戦突破取れてるよね、取れてるよね、よし。村正はほっといてよかろう。こっちから行って倒して貫通、あん、おーん、まあまあまあ。いいでしょう。蘇生は来る、来るか、そうか、こう、こうかな、こうな気がするな。うわ、何、え、ブロックで当たらなかった。めちゃくちゃ怪しいところにブロックがある、下のやつ、ひどい。兄様、よし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 、いいぞ。知らない間になんか倒してるし、村本様で、スピードアップがいろいろあるんで、これで上がってって、あまあハートもあるんでね、こう、うわ難しいなこれ、やらしい。よし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 、オッケー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 、第3ステージ突破。もう分かったぞ、これすげえいいパーティーな気がしてきた。やらしいこのクエスト。なんか待って、エデンの、エデンじゃない、ヨミの下の3に何かがついている。こんなにも嫌な予感がしたことは初めてですよ。よっ、届け、くうわ、全然復活じゃん。もう最後だな、最後だ、あいつらにくれるのは。待って、ヨミの2ターン何マジで。やばい、本当に良くない、これすげえ良くない気がする。なんだなんだなんだ、すっごい嫌だな、すっごく嫌だ。頑張れ、なになになに、どこ行ったの、もう何してんの、もう、うわー惜しい、もの何が来る、何した何した何した、全然わからん、全然わからん、押してきた。待って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 、こっちから通ってパネル踏ん、いや待てよ、わからんぞ、こうだ、やばい、こうだとか言って、ダメよダメよ、ああああ、不甲斐ねえ。え、難しい、ここ行きましょう。有名なるムクロの帝国かな。こうだ、
よし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 、突破です。あー、なかった、失礼いたしました。で、ここはカチカチを早く倒したいということで当たりに行きましょう。なー、ブロック邪魔だよ。くそ、これはどうしようもなさすぎるな。ひどいもんだな、これ。横勘で上がれ、カチカチに。押し押し、完璧完璧です。で、おそらく村正はすごくいいじゃない、存在。ええ待って、なんで復活した、なんで復活したの今。ぷよぷよカチカチ、なんで理解しづら。頼む。あああ全然止めれんやん、もう。